すべてはこのツイートから始まった。いらっしゃい、楽しかった、ありがとうございました。夏香ありがとう、ありがとうな、ミカだ。振り上げもいつも俺も感じなんで、なんかアナーキーって大したことねえな。いらっしゃい、バッキュこいつ。5月29日ツイッター上で二人の超有名ホストが口論となり、歌舞伎町で話題を呼んだ。その中心にいたのは、年間売上2億3000万、年間組数1800本という驚異の記録を持つ若きカリスマ、夏木。そして歌舞伎町で知らない者はいない真の伝説。売上1000万円が異業と言われていた当時のホスト業界、毎年のように年間売上1億円を更新したカリスマ、大鳥ミカド。この二人の喧嘩に新宿界隈の人気アカウント新宿の女が注目。両者は店舗を巻き込み、グループの垣根を越えた売上対決を行う運びとなった。そこでホスト TV が急遽渦中の人である大鳥ミカド、夏木の2名にインタビューを敢行。緊急企画としてアナーキー対エリーの対決をホスト TV でも追うこととなった。今夜再びあの女がホスト TV に降臨。新宿の女がエリー、アナーキー両店へ電撃訪問。彼女をどう迎え撃つのか。急遽同行させてもらいましたけど、はい、結構行動力出すというか、うん、ノリ、全部ノリですねで楽しいじゃないですか新宿の女さんはホストは結構行かれるんですか。あー、ぼちぼち。あ、昔から結構暴露とかやるツイートをやってたんですけど、そしたらなんか気づいたら結構みんな見てくれるようになって、でもう今まとめツイッターみたいな感じに進化しちゃいましたねいや、それは内緒です。それは内緒ですよね。内緒ですね、ごめんなさいそうですね、前の店舗の時に指名したので、今回エリーっていう店舗も初めてです。いや、初めてですね。え、どんなのかちょっと興味ありますね。最近ちょっとあまり盛り上がりに欠けるかなと思ってます。あ、本当ですか。今結構ホストクラブってバブル期って結構言われてるんですけども、全然足りないと。え、なんか炎上みたいなところで言ったらちょっとつまんないかな。ついにエリーへ到着。驚かれますよねこれ。え、驚きそう。いや、ちょっと緊張しますね。あの、久しぶりですもんね。いや、久々ですね。大丈夫かな少し緊張している様子の新宿の女、夏希は一体どのような反応を見せるのか。久々だね。どうもどうも。なんかこの感じはすごいな。まあとりあえずなんか飲もうか。飲もう。突如現れた新宿の女に驚きを隠せない夏希。そこにキャストたちが駆けつける。はい、いただきます。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 おいしょい、おいしょい、グエー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 。まあそうなるわ。グイさせちゃうんだっていうね。ガブロさせるから、いつも。ああ、そう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 。なんか飲んでくれるんだなっていうね。いや、久々にガブロさせる。久々に。さすが〇〇だな。さすが〇〇だけでしょ新宿の女。笑っちゃって、こんなん言われたら。そう、なんか目に焼き付けて感じ。うん、そうね。いや、もう生きる伝説みたいな。うん、勝手なイメージ、めちゃめちゃ S っ気満々のやつの、ちょっと冷徹なお姉さんかと思ってた。ツイッターとか見てる感じだから。わかるよ、わかる。意外と、もう優しい。意外とね。意外と。ゲーゲーゲーやられんの。潰される。大丈夫、消えてる。やるのかって、いけんのかって話。
いやいや、お前どうした？すいません、砂利食ってるんで。いやでもまあバトル始まってるしね、このタイミングで来たってことはね、まあお金使ってくれるんだろう。言う時に目を見ないのがナッツスタイルだな。グレーイ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 入れましょうか。え、入れて、やったーボース、やった、はいはいはい、優しい、話が早い、勝負の前祝いで、そう、勝負の前祝いでね、そう、あー前祝い、いくら持ってるのかね、いくら、ね、これぐらいかも、いくらなのかな、これ300万円、何でも入れられる。ありがとうございます。お願いします。あどうすごいな。かっこいい。何でもあるのおりさん。うん、あのね。大丈夫ですか。大丈夫です。こんなんあるの、ね。そうよ。大丈夫です。大丈夫です。心配になっちゃった。前々だから。前々だ。はい。まあじゃあ改善しようか。ありがとうございます。だんだん2211、よっしゃー、おはようございます、よっしゃー、ごはん、ありがとうございます、一撃300万前祝いと称してなんと一撃で300万円が投入。新宿の女の底知れなさにはただただ驚くばかりだ。結構飲みましたね。え、飲みました、飲んじゃいました。でも全然行きましょう、次アナーキーさんのところへ。300使いましたよね、ポンと。あー、使っちゃいましたね、なんか。それもうなくなっちゃったわけですか。いや、全然まだアナーキーさん用には取っといてるんで、このまま行っちゃいましょう。野崎さん、お久しぶりに会った。いやー、かなり久しぶりなんで、あ、でも懐かしいなって感じです。楽しかったです。なんかヘルプの人もすごいいい人たちばっかりで、飲んだ甲斐ありましたね。はい、じゃあ今のところエリーさん優勢みたいな。あー、どうだろう、でもアナーキー興味あるからな。今日やっぱりアナーキーさん行ってからの検討です。ついにアナーキーに到着した新宿の女。突如来襲した彼女に驚いていた夏希に対し、大鳥帝はどのような反応を見せるのか。どうも、はじめまして、インフルエンサー、インフルエンサー、ありがとうございます、ご来店噂の今日も完全にほつられたという感じですね。ありがとうございます。逆させてもらっていいですか。あ、もう全然。あ、でこちら座らせてもらいます。すみません、煽ってもらって、もうあのね、やっぱりね、なんかあのやる気出ました。いや、あのでも本当に伝説のホストさんなんで、だからちょっと興味あったんですよ。ちょっと老兵気味のあの過去の人になってきてるから、ね、いやちょっともうほんまアピールしたいと思って、あのエリーに負けてないぞっていうね、とこをちょっとね見せてやろうと思って。やっぱりじゃあちょっとこうね、まあエリーさんでもやっぱり前祝いをさせていただいたんで、おアナイキーさんでも前祝いをと思いまして、また持ってきちゃいました。600万持ってきちゃった。インフルエンサー、怖っ、やったー、マジっすか。よいしょ、コール準備、コール準備。失礼します、ご一緒してもよろしいですか。失礼します、ご一緒ですか。失礼します、失礼します。インフルエンサー来ちゃってな。ありがとうございます、お金持って、おはようございます。元気いいくない、元気いいくない。一応あれですよね、はい、ミカドさんの、そう、もう一応なんかいきなり削られて、はい、この人、はい、実は、はい、新宿の女、この子は新宿の男なんです。そんなツイッターないから。この子は新宿のおじさんなんです。いやいやいや、新宿の男、ミカドさんです。あ、そうやね、コラボじゃない。いやでもね、こんな綺麗な方だと思わなかったんで。ほんまそうですね、本当に。顔出しとかってまたされてないですもんね。せやですよね、うん、だから俺も始めましたよ。え、あ、そうなんですか。いただきます、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 グイ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 、よし来い、グイ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 、よし来い、グイ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 。これどうすればいいのか。やっぱ前回なんで、はい、マジっすか。おマジっすか。やばい、えぐい、300万ってことっすよ。うわ、嬉しい、マジ嬉しい、現役思い出す、マジ本当に嬉しいですか。ほんまに嬉しい。299万9000円分のヤコルトさんとお願いしたい。
月1000円はなタクシー代あげるから。優しい優しい味方さん。アナーキーでも前祝いと称し300万を入れた新宿の女。ここで彼女の手にマイクが。初回指名できたんですけど、まあ、前祝いでちょっと入れちゃいました。お願いします。ありがとうございます。会計は299万10千円1000円だけ残してあげました。やっぱりね、やるからにはね、勝つスタンスでもちろん行くんでね、ジャイアントキリングみんなでね、行けたらいいと思います。エリーに負けないぞ。よっしゃー、お疲れ様です。お疲れ様です。アナーキーさんどうでした？アナーキーさんでなんか違った楽しみ方で、ね、面白かったです。アナーキーさんでもおいくら使ったんでしたっけ？300万…299万9000円。大丈夫ですか？いや、全然前祝いですもん。決着はどうつきそうですか？いやどうだ、お互い店の雰囲気が全然違うので、これからがまず楽しみです。今回、はい、メディア初出演ということで、はい、出ていただきまして、はい、本当にありがとうございました。いや出ちゃって、大丈夫かな私。本当大丈夫ですか？この辺はツイッターらしく、ツイッターらしくつぶやいていこうかなと思います。全然気にしないです。むしろ見かけたら声かけてレベルです。この後はちなみにどうされるんですか？いや、もちろん飲み行きます。はい、お疲れ様です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。飲みに行きますと言い残し、夜の歌舞伎町へと消えていった。次回、エリーとアナーキーの両店キャストたちがそれぞれの店を襲来。ちょっと獣臭いなと思ってで、まあ来てみたら、案の定なんか、まあキリン、パンダ、ゴリラを筆頭に飢えた獣は怖いんで、本当にちょっと、はい、まさかの一触即発。一体どうなるの？